はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ゆめたがTVの時間がやってまいりました。ちょっと私は花粉症でね、あの聞きづらいかもしれないですけども、今大丈夫ですか？大丈夫です。ギリギリ、はい、ギリギリ、ギリギリということで、内容がはっきりとお伝えしていきますので、ね、まああの6月8日にちょっと告知なんですけども、あの。ピッチャンリレーマラソンですね。6月8日日曜日、それになんと夢高接骨院従業員金沢院も、走ることに決定しました。はいね、最後アンカーはなんと総院長のね、高橋院長に走ってもらうということでね、大丈夫でしょうかね。大丈夫ですかね。まあ影の努力というかね、院長は走られてると思いますけども、津田先生どうですか？私も始めましたね、最近、やっと。どれぐらい走られてますか？200でも全然いってます。200で全然せめて1キロはね。そうですね、はい、頑張りたいです。大体2キロぐらいあると思いますよね、はい、で、まああの患者さんのね、ちょっとご遺留がありましたけども患者さんの中でもね、あのリレーマラソン走るっていう方おられると思うので、あの、まあ、バランスしっかり整えて、あの大会までにね、あのメンテナンスしていただければいいのかなと思いますので、はい、そんな感じでちょっと今日小口になりましたけども、はい、まあ、一緒にね6月8日日曜日あの走ってね、お互い頑張りましょうということで、はい、何かことありますか？頑張っていきましょう。頑張ります。ダイエット頼み。ダイエット頼み。頑張ります。はい。はい、そんな感じで、夢高 TV 終わらせていただきますので、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。